頭の逆襲。続いては世界の先を行く埼玉のスペシャリスト。よろしくお願いします。株式会社レボルトの共同代表してます内山穂奈美です。同じく株式会社レボルトの共同代表をしております下山田志保です。私が埼玉県埼玉市の出身 で実家も今も埼玉にあります。埼玉出身の内山穂奈美さんは1994年生まれ。9歳からサッカーを始め、大学卒業後イタリアで1年半プレー。2019年に帰国後、下山田さんと共にレボルトを創業しました。下山田志保さんは茨城県出身。ドイツで2シーズンプレーしたこともある元サッカー選手。世界を変える30歳未満の日本人としてフォーブスアンダーサーティージャパンに選出されたことも。一番最初に出会ったのは中学生ぐらい、中学1年生とかなんですけど、仲が深まったというか関係性があるのは高校の同級生ですね。同じクラスで3年間と、同じサッカー部で3年間プレーをしてました。そんな2人が立ち上げた世界の先を行く会社レボルトとは。株式会社レボルトは我がままであれというビジョンを掲げてですね、世の中の全ての人が我がまま、つまりこうありのままに生きられる社会を作っている会社です。主な事業としては、一つは女性アスリートと、あと LGBTQ のコミュニティと一緒にものづくり、例えば衣類であったりとか下着作りをしているのが一つと、もう一つはダイバーシティ&インクルージョンの切り口で企業向けの研修だったりとか、こう自治体さんの講演会などをやっています。そもそも会社をなぜやろうとしたのかというところからいくと、2人とも海外で1年半と2年間暮らしたという経験があるんですが、その時に例えばこう自分たちのセクシュアリティだったりとか、それ以外のこう属性みたいなものですかねに関係なく、本当自分自身を常にこうオープンにして生きていくことがすごく生きやすいんだなっていうのを、その海外での生活を通して感じたんですね。で、逆にじゃあ日本でどうだったかって言われたら、なんかこう自分自身のジェンダーとかセクシュアリティとかを周りに隠して生きていたなっていう生きづらさを私たち2人ともずっと感じてきたので、なんで日本だとこんな生きづらいんだろうなと思った時に、じゃあこの海外での生きやすさを日本に持って帰ってきて、もっといろんな人が息を吸いやすいような場所を広げていきたいよねっていう思いで、今の大きく分けて2つの事業を会社としてやってます。ここでレボルトの製品を見せてもらうことに。今オプトというブランドでやっているのがこのブランドになるんですけど、これが第一弾プロダクトで吸収型ボクサーパンツって言われるものですね。でメンズボクサーパンツのボディに中に吸水布がついて、でここの部分で液体を吸水して繰り返し洗って使えるっていうパンツになってます。ゼロから約2年間かけて開発した商品になってます。それこそ私たち2人がもともとスポーツをする時の生理の話に対して、なんでいつもこう気持ち悪い思いしなきゃいけないんだろうねっていうところからこの商品の開発が始まっていて、で実際にこうアスリート554人にアンケート取ったら、やっぱりみんな 97% ですねが、いや確かに生理の時って気持ち悪いよねっていう風にとか、なんかこう辛い思いしてるよねっていう声が上がっていたので、だったらもう作んなきゃいけないねというところで、アスリートの皆さんも巻き込みながら2年間かけて開発をしました。そんなこだわりのアンダーウェア以外にも、今日も着てるんですけれども、このセットアップスーツと、あと中に着てる T シャツっていうところもラインナップとして今販売してますね。スーツのところからでいくと、体の形に合ったものっていうのを見つけるのがものすごく大変で、そういったところで 3D モデリングっていうスキャンをして、実際にたくさんの方の体の型を取って、本当に誰にでも合った形になるようにっていうので開発したのがこのオプトのセットアップスーツ。今大宮アルディジャベントスさんの、トップチームの皆さんにもこう移動着としてスーツを着ていただいているんですけど、もともとはその女子サッカー選手だったりとか、女性アスリートの方からこうメンズスーツのようなこうかっこいいシルエットのスーツを着て試合に向かいたいとか、
でもやっぱりこうチームから与えられるものがレディースーツで、何かこうラインが強調されたりとか、なんか自分が思うかっこいいとはちょっと違った見え方になっちゃうのがすごく嫌だねっていう声がたくさんオプトの元に集まっていたので、その声を受けてこのスーツを開発をしてます。中の T シャツの方はこれは透けない白 T シャツっていう風な形になってるんですけど、裏のところから手入れても全く透けないっていう仕組みになっていて、中にこういう黒い布がついてるので、スポーツブラをつけてるとかインナーを着てるみたいなところもこのシャツであれば見えないよというのが特徴になってます。全体のシルエットも体にピタッとくっついてラインが見えないように、こうボックスシルエットっていう形になっていて、ストンと落ちるような、落ちてかつ綺麗なシルエットになってるっていうところと、ここにスリットが入ってるんですけど、前と後ろで少し長さ変えることによってお尻のラインが強調されないようにっていうところもこだわって、かなりこういろんなポイントでこだわって全体で着た時にシルエットがかっこいいっていう形になってます。たくさんの人に届けたいなと思っているところです、うん、内山さん、下山田さん、これからも我がままに頑張ってください。